最近私悩みがありまして、まあ私ぐらいの年齢になってくると体が臭いとか頭が臭いとか、特にこの季節何かと匂いに関する悩みが増えてくるわけですが、まさにその一つ口臭に悩んでいます。しかし今回口臭を発しているのは私の口ではありません。こんなことを寝そうになって半面になっている JK 子猫のゆきみちゃんに言いたくはないのですが、ゆきみちゃん最近口臭いよ。ゆきみちゃんは顔を近づけると鼻を舐めてきてくれるのですが、その際それとなく口臭が漂ってきます。はじめは気づかないふりをしていましたが、自分を騙すのにも限界があります。ママも同じことを言っているので、私の口臭というわけではなさそうです。まあ猫は自分で歯磨きができないので、これはゆきみちゃんのせいではありませんね。むしろ飼い主である私がしっかりケアをしていれば臭くならなかったはず。完全に私の責任です。それなのにその張本人に口が臭いとか言われるのは心外だよね。ということで本日は歯磨き道具一式を買ってきました。まずこちら歯磨きシート、拭くだけで綺麗になるとのこと。本当かな。続いてこちらが歯磨き粉。さすが猫だけあってチキン風味。しかも食品素材ってなんかむしろ趣向がつきそうですね。続いてこちらが歯ブラシ3匹分。指にはめて使うタイプのようです。ゆきみちゃんは子猫なのでお口の小さい猫用です。それでは本日は猫たちの口の中のケアをしていきたいと思います。Thank you.